どうもです。今回はエイリアンファイアーチームエリートのクラス6種類の隠されたパークについて紹介をいたします1つ目に関して言うとガンナーのサーマルベイティングですオーバークロックのスキルにより自身の発射速度がさらに25%上昇します2つ目のクラスについてはデモリッシャーですランページ敵を倒すとランページが1つ重複する 25回重複すると発射速度リロード速度移動速度が大幅に上昇するが安定性が低下し8秒間持続する。 3つ目のクラスについてはテクニシャンですクリエイティブペインポイントソリューション自身のタレットの対象がスローになった時に与えるダメージが10%アップする4つ目のクラスについては毒ですニューロトクシンスペシャリスト敵にダメージを与えると弱体化し5秒間20%減のダメージを与えるようになるこちらについては重複はしない 5つ目のクラスについてはリーコンについてですこちらのパークに関して言うとレッドイスデッド自身と味方は対象にさらに10%のダメージを与える6つ目のクラスについてはファランクスですこちらのパークに関して言うとアフターショックショックパルスは10秒間電気を残し接触した敵をスローにしノックダウンさせる 今回はエイリアンファイアーチームエリートで6つのクラスで隠されたパークについての紹介でした最後になりますがこの中で使えるクラスについて紹介していきますガンナーテクニシャンドクルイコンファランクスですこのパークに関して言うとかなり使えます高難度でもかなり使えると思うのでおすすめです この動画が良かったらチャンネル登録していただけると助かります。それではまた。